こんにちは、福祉のラジオ川原田優香です。今日は若年性認知症について一緒に考えてみませんか。鹿児島市紫原にある介護の相談センターから鹿児島県若年性認知症支援コーディネーターで保健師ケアマネージャーの資格も持つ堀之内ひろ子さんにお話を伺っています。福祉のラジオ、この番組は介護施設紹介センターかごさぽ、就労継続支援 B 型事業所みんなのおうち、梅田グループ喜入セントラルクリニックの提供でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ご存じない方に改めて若年性認知症について教えていただいてもいいですか。若年性認知症というのは18歳から64歳までの認知症、そこで発症された方を若年性認知症の方というふうに言われています。今鹿児島県には何人ぐらいいらっしゃるんですかね。非常に数が算定が難しいんですね、はい、介護保険を受けていて40歳から64歳の方で認知症の見守りが必要というふうに言われている方が600から700の間ぐらいでいらっしゃるんですけど、診断を受けてない方ももちろんいらっしゃいますので、県としても正式な数というのは上げにくいという形でお伝えしているところです。そうですよね。気づきがあってからですね、病院に実際に行って診察を受けるまでというのが結構やっぱり長いんですね。関わりだったりとか医療の支援が非常に必要になってくるのかなというふうには思っています。この若年性認知症支援相談窓口、名刺には若年性認知症支援コーディネーターというふうに書かれているんですが、実際にその関わる中で一番堀之内さんが感じる部分だったりとかありますか。高齢者の認知症は年を取ってきて認知症にみんななるよねって、仕方がないよねって思われる部分もかなりあるかなと思うんですが、はい、特に50代の方から60代前半の方が多いんですが、はい、そういう方たちがまさか自分が認知症になるなんてっていうのはすごく思ってらっしゃると思うんですよね、はい、そこ難しいところなので、ご本人やご家族の思いっていうのを汲み取っていかないと相談に乗っていくというのは難しいのかなというふうには思います。普段堀之内さんが心がけていることだったり意識されていることはありますか。普通認知症の相談っていうと介護のことを中心にご相談が来ることは多いかと思うんですが、若年性認知症の場合は介護の前に経済的問題だったり家族の問題だったり就労が継続していけるかとか、いろんなこう問題を抱えて相談をされるので、まずは話をよく聞くということと、それから相談の内容をご理解いただくという工夫をするということになると思います。経済的に悩んでいるという方に今鹿児島県ではどういった支援ができるんでしょうか。高齢者の場合は介護保険制度を受けなさいというようなことで進むんですが、若年性認知症の方の場合は就労の支援、仕事をどうするかっていうところから、それから障害福祉サービスだったり医療系のサービスだったり、さまざまなサービスと介護保険とかっていう話になるので、いろんなサービスを上手に組み合わせていけるような支援っていうのをやっていければいいなというふうに思っているところです。例えば退職になったとか休職になったとかっていう時に家でじっとしとけばいいのかというと、そうではないので、本人ご家族そして関係者の方たちと一緒に考えていくっていう役割はあるかなというふうに思っています。就労の支援事業所には A 型 B 型というのがあるんですね、はい、A 型は雇用型という、雇用する形で賃金とかお給料を支払いするという形なんですけど、 B 型というのは
賃金を払いながら、はい、その人の居場所として作業をしていただくという形なので、どちらかというと若年性認知症の方が病気が進行したりして働く場をっていう時は B 型の方をお伝えすることが多いです。若年性認知症の方の場合は介護している方もまだお若い方ですよね、うん、そうすると認知症そのもののことについて把握できてないという方もいらっしゃるので、対応の仕方だったりというのも話を進めていかないと、絶望だったりとか、うん、怒りだったりとか、そういうところが先に立ってしまうので、認知症であっても頑張ってみんないるよっていうのを伝えていければいいなというふうに思っていると。今まで認知症の方となかなか会話が噛み合わなくて悩んでいるという質問を受けたことがあるんですが、アドバイスといいますか工夫できる点っていうのは私たちにありますか？聞いたことが覚えられなくて何を聞かれているのかわからないっていうことにつながっていくので、黙ってしまわれたりとか、なんかもうわからんっていうような発言になったりしやすいので、はい、短い言葉で会話をつないでいくっていうのは大事かなというふうに思って、私もできるだけ聞きたいことはいっぱいあるんですけど、はい、いっぺんに聞くのじゃなくて短い言葉でこうつないでいって、最後に聞き手の私の方がということはこういうことですねっていう形で落としてあげるようにっていうようなことは気をつけているつもりではいます。それこそ積み重ねていくように、楽しかったですかって聞けば楽しかったって答えられるし、それから例えば食堂に行ってたくさんあるメニューからどれがいいのって聞いたってすごく本人迷われるので、はい、ここのお店はこれかこれかこれが美味しいみたいだよって2つか3つぐらいを選択してどれを食べるって聞いたらこれって言えるかもしれないわけですよね。その人をしっかりと見て会話ができるように私もしっかりと努めていかないといけないなというふうに思いました。ありがとうございました。来週は実際に認知症当事者の方、そして奥様にお話を伺います。福祉のラジオ、この番組は介護施設紹介センターかごさぽ、就労継続支援 B 型事業所みんなのおうち、梅田グループ、喜入セントラルクリニックの提供でお送りしました。